イサークル桃園です。この度2023年度楽曲とはを演舞させていただきます。熱いご声援のほどよろしくお願いしますとのことです。それではよろしくお願いいたします。会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。福岡県から参りました北九州市立大学よさこいサークル桃園です。本日は不死鳥をテーマとした2023年の楽曲とはを披露いたします。お手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。お願いします。さあ、とは踊る準備はできてるか。あ、愛から譲る小さな鼓動、その鼓動は潜在の時を超え再びこの地へ舞い戻る。桃園参ります。流れゆく時の中で新たな命がここに戻る。散乱たる我らの灯火が神父の炎へ変わりゆく。今新たな伝説が幕を開ける。季節を巡りながら終焉の地、太陽の都へと突き進む。再生の炎が姿を見せた。あなたの記憶から私は消えてしまうのか。未知の世界は不安を煽る。荒れ狂う時をの中に刻まれた翼だけが道しるべとなり、未来を照らす定めに抗い手を伸ばせ。僕らはまた巡り会える悠久の世界で。だから誇りに誓おう。恐れるものは何もない。あなたとたった一つの永遠を駆け抜けていこう。不死の鳥よ、なんと命が尽きようと蘇り立ち上がる。時を超え、永遠にあなたの心を灯し続ける。は、見てくださった全ての方々に心よりの礼。礼を礼をさ、永遠最後まで笑顔で退場。よっしゃ。は
はい、東映の皆様ありがとうございました。やっぱ若いっていいですね。やっぱ学生チーム力強い、やっぱフレッシュな演舞が見どころですので、まあ、他もですね、他の大学のチームだったりとかいるので、ぜひいろいろ見ていただけたらと思います。